クワチャンネル、こちらのチャンネルはカレー動画をお届けしているこんなチャンネルとなっております。よはい、本日はですね、渡辺いかりんさんに行ってまいりました。こちらのお店は、北新地から歩いてすぐのところにあります、カレー屋さんでございます。もうね、カレー百名店にも入ってますし、本日は本店の方行ってまいりました。レトルトカレーなんかも出ている、そんなもう有名人気のお店となっております。実はこちらでね、結構渡辺カレーさんも、古い方のお店だと思うんですけども、実は初めてということで、早速行ってまいりましたんでご覧ください。本日のカレー、ドン！こちらが渡辺かりんさんのメニュー表。まずは定番人気おすすめを含む7種類のカレー。トッピングも豊富にあり、辛さ、ライスの量も選べます。その他にもキーマのトッピングがあったり、ビーフカリーなんかもあります。ランチについてくるサラダを食べながら待ちます。本日注文したのはこちら、スパイスとんかつカリーに羊のキーマ追加、辛さ中辛で注文。サラサラタイプのカレーにパクチー、そしてナイスなビジュアルすぎるそのとんかつがドカンと乗っかったワンプレート、早速いただきます。まずはそのサラサラタイプのカレーから。ココナッツの風味もありつつコクのあるサラサラタイプのカレーで、本日もうまし。ターメリックライスともよく合い、いい意味で全く癖のないどんどん食べれちゃうカレー。そしてこちらの上質なとんかつ、こちらにそちらのカレーを合わせ一緒に食べてみると、まか不思議、この2つのコンボがナイスすぎる一口に。もちろん羊のキーマもそのまま食べてもめちゃくちゃうまく、ワンプレートとしての完成度はもちろんのこと、このカツとカレーの相性が良すぎて、まさにこのカレー、このとんかつ、唯一無二のワンプレートです。さっぱりしたとんかつに程よいスパイス感のカレー、毎日食べたくなるワンプレート、本日もきっちり完食、ごちそうさまでした。毎日いける、いや本当に毎日食べたくなるカレーということで、渡辺かりんさん本当にね、食べててもう飽きの来ないそんなカレー、ココナッツテイストの感じあるんですけども、コクもしっかりしていまして、まあスパイス感バシバシというよりかは程よく、そこに合わさってくるこのさっぱり系のカツが本当に美味しくて、その2つで1つになる感じですよね。やっぱりその、まあ、カツカレーというのは奥が深いと、最近もね結構カツカレーいろいろ取り上げてるんですが、渡辺かりんさんもすごい、素晴らしいカツカレー出してるなと、そう思ったカツカレーでございました。辛口もできますし、他のトッピングもありますし、今回ね羊のキーマ追加しました。羊のキーマも美味しかったですね。それとちゃんとカレーも合わさってますし、副菜なんかもねいろいろ合わさりながら、こうラムチョップとかも行ってみたいし、なんかいろいろスペシャルだったりだとか、結構もうこう毎日通いながらいろいろ変化つけながらみたいなんで楽しめる、そんなお店だと思います。さすがのランチ帯に行ったんですが、まあ行列になってましたので、ちょっと時間外すとかしていくのがいいと思います。はい、というわけでカレーエントリコの生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆様、また次回、バイバイ。